watch Tayo the Little Bus on Amazon Video! スターになったガニ。今日もガニが運行をしていますね。おはよう。おはようガニ。よいしょ。おばあさん気をつけて、ゆっくり乗って。おじさん、到着したよ。早く降りないと。おっと、いつもありがとうガニ。おかげで助かったよ。どういたしまして。それじゃあ出発するよ。お、一緒に行こう。ゆっくりおいで、待ってるから。ありがとうガニ。いや、やっぱりガニって親切だよね。そうね。ああ、今日世界的アクションスターレオが私たちの町にやってきます。なんだって？レオが来るの？レオは今日の午後に市長を訪れる予定です。お、シャイン、あれ見てよ。本物のレオだ。キャー、すごくかっこいい。俺って人気だな。ずっと調子が悪いな。朝入れたエンジンオイルに問題でもあったのか。あ、なんだ、どうしたんだ。どうした、レオ。エンジンが止まった。どうにかしてくれ。大変だ。びくともしない。電車が来るぞ。誰か助けてくれ。一体何の騒ぎ。ちょっと待ってて。これに捕まって。1、2の、よいしょ。レオ早く来ないかな。レオはいつ来るのかな。あ、やってきたぞ。どうしてバスに引っ張られてきたのですか。何かあったんですか。俺は今日危うく踏切で大事故になるところだったんだが、でもピンチの瞬間、ここにいる勇敢なちびっこバスガニが俺の命を救ってくれたんだ。それは本当ですか。そうだけど。すごい。勇敢なバスガニに拍手を送ってください。ガニ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 。ちびっこバスガニがスーパースターレオの命を救いました。スーパースターレオはガニを世界で最も勇敢な車として褒めたたえました。ガニが勇敢な車のメダルを受け取ることになりました。勇敢な車ガニの人気がだんだん上がってきています。ガニガニガニ。ガニすごくかっこいい。ガニは自慢の友達だよ。いやガニ。まさかレオ。レオが僕たちの車庫に来るなんて。ドキドキす。レオ、どうしてここに来たの。ああ、今回テレビ広告のオファーがあって俺たち二人が出演することになった。僕も。いいねガニ。おめでとう。それから紹介したい人がいるんだ。こんにちは、私はシックよ。マネージャーとしてガニのことを管理することになったわ。マネージャーだって。そうさ、ガニはもう普通のバスじゃない。有名になった分細かい管理が必要だ。マネージャーだって。スーパースターになったみたい。じゃあこれからよろしくねガニ。それ以来有名になったガニの忙しい日々が始まりました。ありがとう。ありがとうガニ。さあお次の方。
ガニ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 。疲れた。ちびっこバス、たよ。おはよう。おはよう。おはよう。うん、ガニ元気のない声ね。そうだね。やれやれ腰が。おばあさん急いで乗って、ガニは忙しいのよ。あ、ごめんなさいね。ガニ、さあ出発して。ガニ、うん、なんだよ行っちゃった。ん、あ、乗り過ごしてしまった。疲れた。疲れて運行がめちゃくちゃだったかも。こんなんじゃダメなのに。あ、レオ、なんでここにいるの？今日は特別な提案があってきた。特別な提案？ガニ、これから一緒にアクションスターとして働かないか。俺を助けてくれた勇気と今の人気ならきっとうまくいくはずだ。でもバスの運行はどうするの？当然やめないと。アクションスターになったら世界中を飛び回るからね。それからこれからは俺と一緒に最高級の家に住むことになる。それじゃあ車庫からいなくなるってこと？うん、そういうことだ。明日の朝公式の記者会見があるから準備頑張ってくれよ。花、僕どうすればいい？うん、確かにこんなチャンスめったにないけど。ガニ、本当にレオについていくの？それはもちろん。お別れをすることは残念だけど、これは一生に一度あるかないかのチャンスなのよ。うん、僕ちょっと風に当たってくる。ガニ、こんなチャンスめったにないよね。ガニ。でも運行もやめて車庫からも離れなきゃいけない。おはよう。おはよう、ガニ。ガニ、私たち洗車しに行こう。うん。どうしよう。ガニ、こんな時間にどうしてここに？遅くまで遊んじゃった。ガニ、僕を家まで送ってくれない？でも今運行時間じゃないし。ダメ？お母さんが待ってるんだ。それじゃあ今日だけ特別に送ってあげる。ありがとう、ガニ。ところでガニ、ひょっとして体調悪いの？いや、なんで突然そんなこと聞くの？みんなが最近のガニ無口だし表情も良くないって言ってたから。そっか、心配してくれてありがとう。頑張ってガニ。誰が何と言おうと、ガニは僕が一番好きな場所なんだから。毎日毎日ガニに乗ることができて僕本当に嬉しいんだ。到着したよ。やっほー。今日は本当にありがとう、ガニ。うん、僕こそありがとう。え、ありがとう？それじゃあまた。次の日の朝、バスの車庫で記者会見が開かれました。さあ、できたわよ。ガニ、準備できたなら始めようか。それでは記者会見を始めます。最初の質問です。ガニは今後レオと本格的にアクションスターの道に進むことになりましたが、感想を一言お願いします。まずはこのようなチャンスを作ってくれたレオに本当に感謝しています。そうだろう。でも僕は車庫を離れません。なんだってガニ、それどういうことだ？ガニが言い間違えたようなので。僕は平凡なバスでいる時が一番幸せなんだ。お客さんを安全に乗せて運行が終わったら友達
私と遊んで、そんな平凡なちびっこバスガニとして生きていきたい。なんだ、どうなってるんだ。レオ、何か一言お願いします。皆さん、今日の記者会見はこれにて終了します。ガニ、どうしてあんなこと。本当にいいチャンスなのに。そうよ、運行はまた後からでもできるじゃない。ごめんなさい、でももう決めたことだから。ガニ、残ってくれてありがとう。もし行くって言ってたら寂しい気持ちになっていたはず。僕もガニが残ってくれて本当に嬉しい。これからもよろしくね、ガニ。よろしくね。みんなありがとう。シック、俺たちも行こうか。ガニはここに残った方がいい。でもガニのあの幸せそうな顔を見ろよ。ガニがそれでいいなら俺は構わない。ガニはスーパースターになることを諦めました。でもそれよりもっと大切なものを守ることができました。本物のタヨはどっち？タヨの一日が始まり、バス停にやってきました。こんにちは。よいしょ。こんにちは。はい、どうぞ。発車します。うわ、あ、困ったな。もう、なんでこんなに混んでるの？ああ、タヨ、遅刻しちゃうよ。急いでくれない？あの、道路が渋滞してるんです。あら、大変。どうしましょう。あれ、もうなくなっちゃった。あ、えへへ。おいしいよ、交換する？うん、いいよ。えへへ。私の返して。もう飲まないで。二人とも喧嘩をやめて。バスの中では飲まない方がいいよ。タヨ、はい、ここで降ろしてくれ。バス停じゃないので無理です。急いでるんだ。今日だけだ、頼むよ。次のバス停までは遠いの？大変だ。ドゥリは心配でした。タヨがとても困っていると思ったからです。タヨ、さあ着きましたよ。やっと終わった。タヨ、もう終わりでしょ。遊び場に行くんだけど一緒に行かない？遊び場に行く。お？やあ、ハナ。タヨ、何？バスが故障しちゃったのよ。代わりにお願いできない？でも僕今終わったとこだよ。タヨ、お願い、お客さんたちが待ってるの。うん、わかったよ。ありがとう。どうしたの？遊びは二人で行ってきて。なんで？仕事を終えたタヨが車庫へ帰ってきました。タヨ、今まで仕事だったの？すっごく楽しかったぞ。ラギ、いいな、僕も行きたかったな。僕は一日中仕事だったのにずるいよ。僕がもう一人いたらな。そしたらもう一人の僕に仕事を任せて一日中遊べるのに。だよ、だよ、こんにちは。君は誰？僕は星から来た星の太陽だよ。星の太陽？君は僕にそっくりだね。後ろもそっくりだし、タイヤも同じ。もう一人のタヨが欲しいってお願いしただろ。お前は誰だ？とりあえず車庫から出よう。わかった。すごいや。僕の願いが叶ったんだ。そうだよ、仕事は僕に任せて遊んできなよ。ありがとう、最高だ。どこに行こうかな？河原にしようかな？
なんでバス停に止まらないんだ。そうよ、お客さんを乗せなきゃ。僕今日はお休みなんです。他のバスに乗ってください。はあ、こんにちは。あれ、タヨは今あっち。ああ、でもタヨは僕ですよ。さあ乗ってください。何が起きたの。タヨだったけどな。では発車します。その頃、偽物のタヨに仕事を任せたタヨは自由に楽しんでいます。わあ、気分すっきり。おお、うわあ、綺麗だな。行くぞ。やっほー。わあ、すっごく楽しい。あ、そうだ、星のタヨはどうしてるかな。見に行ってみよう。偽物のタヨはお仕事中です。ん？あ、あれはタヨだ。こんにちは、タヨ。やあ、どうも。今日はご機嫌ね。あ、働くって最高だよ。ほんと？じゃあ僕、仕事に戻るね。うん、バイバイ。疲れてそうだったけど、元気になってよかった。ああ、そろそろここへ来るはずだ。着きましたよ。来たぞ。気をつけて降りてください。ここで見てよっと。ありがとう、タヨ。とても快適だったよ。タヨ、本当に毎日ありがとう。どういたしまして。おお、うまくやれてるな。偽物のタヨの姿を見て、タヨはお客さんのことを考えていました。ありがとう、タヨ。いつもそばにいてくれてありがとう。タヨ最高。優しいお客さんいっぱいいるんだよな。よし、仕事に戻るぞ。星のタヨ。やあ、どうしたの。僕もう仕事に戻るよ。本当にありがとう。また仕事がしたいのかい。そうだよ、だからもう帰っていいよ。嫌だよ、このまま続けるんだ。え、働きたくないって言ったよね。僕が本物のタヨになって働くから、君は遊んでないよ。本物の僕になる？ああ、みんな僕が本物だと思ってるしね。ダメだよ、どうせ僕の友達にはすぐにバレるさ。ちびっこバス、タヨ。タヨ。やあみんな、やあみんな。君は誰？僕？あ、そか、僕タヨだよ。違う、僕が本物のタヨだ。僕がタヨだよ。君は嘘つきだな。僕がタヨだ。どっちが本物なんだ。嘘つきは君じゃないか。わからないよ。分かったよ、本物だってとこ見せてやる。こっちが本物のタヨだわ。僕もそう思う。そう、僕が本物さ。それで終わり。じゃあ今度は僕の番だ。この子の方がうまいわ。じゃあこっちが本物だな。僕が本物だってば。なんでわかんないの。タヨ、今日私と道路で何を話したか覚えてる？道路で？もちろん、仕事は最高って話したよね。そうや。おお。違うよ、君が会ったのは偽物だよ。僕はその時遊び場にいたんだ。え？仕事中に？タヨはそんなことしないよ。ああ。だって、それはその。じゃあ、あなたが本物なのね。ああ、そうだよ。僕が本物のタヨだよ。お？偽物のせいですっごく怖かった。何言ってるんだよ。やめろ、偽物め。タヨをいじめないでよ。そうだ、出て行ってくれ。でも僕が本物なのに。みんなの意地悪。僕どうしたらいいの。タヨ。こんにちは。こんにちは、ブリ。どうしたの、タヨ。なんで落ち込んでるの。実はすごく困ってるんだ。追い出されたの。そう、本物だと信じてもらえなくて。僕バスの仕事がどんなに素敵かやっとわかったのに。太陽、もう一度みんなに話しに行こう。
でも信じてもらえないよ。正直に話せば本物だって分かってもらえるよ。本当に？うん、僕も一緒に行くから。やった！さっきはびっくりしたよ。だよね。みんな、なんだ、また何しに戻ってきたの？太陽をいじめるなって言っただろ。怖いよ。みんな待って、太陽はみんなに言いたいことがあるんだ。言いたいことって？全部僕が悪いんだよ。働きたくなくって、だから偽物に仕事を任せて僕は遊びに行ったんだ。でも今はまた頑張りたいって思ってる。本物の太陽みたいだ。そうよね。どっちが本物だ？騙されちゃダメだよ。どうしたらいいかな。あ、そうだ、僕が教えてあげるよ。どうやって？本物の太陽には床にジュースのシミがある。ドアを開けて。ああ、わかった。昨日ジュースをこぼした子がいたな。あ、あった。こっちが本物の太陽だよ。じゃあ君は僕も行かなきゃ。待て、偽物め。ごめんなさい太陽。偽物だって言われて怒ってる？大丈夫、これからは一生懸命働くよ。早く働きたいな。じゃあ起きなくっちゃね、太陽。寝てたらお仕事できないでしょ。ハナ、偽物の太陽はどこ？偽物の太陽？何のこと言ってるの？なんだ、夢だったのか。はい、じゃあ早く支度して。了解。仕事が大好きだと太陽は改めて気づきました。安全運転でね、太陽。ぬりの最悪な日。ララ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 ラ。今日はなんだかいいことがありそう。タクシー。あれ？タクシー。こんにちは。市役所までお願い。緊急なの。急いで。はい、すぐに着きますよ。それでは出発します。お急ぎなのでスピードを上げます。あ、もう赤信号だ。行くわよ。あ、なんでまた赤信号？またすぐに着くって言ったのに、これじゃ遅刻よ、もう。本当にすみません、赤信号じゃなかったら間に合ってたのに。あれ何？はあ、危なかった。なんで水たまりがあるの？やっほー。それでこうなったもん。でもあなたが無事でよかった。私は世界で一番不幸な車なんだ。ちょっとヌリ、そんなことないって。あなたにはきっと何かいいことが起きるから。本当に？もちろん。はーだー。ヌリも来てたんだ。あれ、それどうしたんだ？何かあったのかい？なんでもないの。ねえ、今日は仕事に行かないの？あのね、実は今日これから、僕たち今日クルーズ船に乗るんだ。そうなの？クルーズ船に？ついてるわね。私も一度乗ってみたいと思ってたんだ。あ、そうだ、ヌリ、あなたも一緒に行く？行っていいの？ええ、シトは今日仕事だから彼の代わりにどうぞ。あなっても最高。ほらね、いいことが起きるって言ったでしょ。あの、ハナ。何？実はもうビッグを誘っちゃったんだ。だから
ぬりは乗れない。ぬりごめんね。ほら言ったでしょ、やっぱり私は世界で一番不幸な車なんだって。これでよし、終わったわ。出てきていいわよ。ありがとう。仕事に戻るわ。そうだ、ちょっと待って。何？じゃじゃーん。何それ？あなたにあげる。ほら、すごい、とっても綺麗ね。これは幸運のお守りよ。幸運のお守り？そうよ、このネックレスがあなたに幸せを運んでくれるはず。嘘だよ、そんなのありえない。いいえ、ほんとよ。さあ、あなたのとびっきりの笑顔を見せてちょうだい。お、ありがとう、花。いい一日を。あなたもね、頑張って、ぬり。やだ、なんなの、この顔。幸運のお守りって本当かな。まさかね。タクシー。どうも、こんにちは。どちらまで？とにかく急いでいるんだ、市役所まで頼む。え、市役所？さっきは着くのが遅れちゃったんだ。おい、急いでるんだ、早く出してくれ。あ、すみません。ヌリはまた市役所へ向け走り出しました。今度は遅れませんように。幸運のお守りさん、お願い、時間通りに到着させて。あ、青信号だ。すごい、また青だ。やっほー。あ、もう市役所だ。よかった、とっても早く着いた。あの、ここで降りますか？あ、そこを右に曲がったところで降ろしてくれる？え、あの道はさっき私が。あ、泥だらけになった。もう行きたくないな。でもお守りがあるし、あそこでお客様を降ろそう。あれ、すごい、道が綺麗になってる。お掃除してくれたんだ。到着です。無事に間に合ったよ。どうもありがとう。いえ、どういたしまして。いい一日になりそうだわ、幸運のお守りのおかげね。トレーラーの中に閉じ込められてしまいました。あ、動いてる。ここなんなの。ちびっこバスだよ。こんなに近くで見たの初めてだ。はい、みんな、そろそろクルーズ船に乗るわよ。ねえ、ちょっと待って、まだビッグが来てないよ。よう、みんな。ビッグ、どうして遅れたんだ。ああ、すまなかった、来る前に荷物を下ろしてたんだ。みんな揃ったわね。さあ行きましょう。了解。超ワクワクする。あれ、どうしたの？すごく悲しそうよ。ヌリのことを考えてたんだ。来られなくてかわいそうだよ。ヌリも一緒に乗れたらよかったのにね。心配しないで、ヌリもきっと楽しんでるわよ。行きましょう。わかった。もういや、なんで私だけこんな目に遭うの。何
が幸運のお守りを。聞こえなかったけど。ロギー、誰かが助けを求めてるよ。うんうん、今のは聞こえた。お願い開けて。あ、この中から聞こえる。なんだと？お願い。無理じゃない。花、あなたなの？何があったの？まずは外へ出て。分かった。ヌリ大丈夫かい？一体どうやって中に入ったんだ？アラビック、あなたのトレーラーだったのね。ねえ、何があったの？なんでトレーラーの中にいたの？実は幸運のお守りを落としちゃってトレーラーの中に探しに入ったの。幸運のお守り？でもいいことは何も起きなかった。そうだぜ。いいことあったね。クルーズ船に乗りたかったんでしょ？ああ、夢みたいだわ。やっぱりあれは幸運のお守りだったんだね。どうしよう、幸運のお守り。あ、ヌリ、それってこれのこと？ああ、そんな。曲がってぐにゃぐにゃになってる。そんな。お守りが壊れたらまた不幸になっちゃう。私はどうしたらいいの？大丈夫よ、そんなことないわ。でも実は全部私の作り話なの。あなた悲しそうだったから、これは普通のネックレスよ。そうなの？だけどあなた今クルーズ船に乗ってるじゃない。つまりネックレスがなくても幸せになれるのよ。そうだよ、ヌリ。一緒にクルーズ船に乗れたじゃないか、うん、君はきっと幸運のタクシーなのさ。その通り、私は世界で一番幸運なタクシーよ。なんだそれ。ヌリにとっては大変な一日でしたが、最後にはいいことがありました。よかったね、ヌリ。